皆さんこんにちは。非常識な教師集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、結局回り回って戻ってくるのはたった一つの大事なことということについてお伝えしていきたいと思います。ですね、これつい最近自分で実感したことで、マーケティング、いわゆる、集客もね、全く一緒だなと思えることがありましてですね。その自分の体験と、それが集客になった場合にどういうふうな感覚になるのかっていうのをちょっと合わせてお伝えしていこうかなというのが、本日のテーマでございます。回り回って戻ってくるってどういうことって、ね、思うかもしれないんですけど、感じたことがありましたので、そちらをねお伝えしていきたいと思います。はい、では早速結論から言うんですけれども、回り回って戻ってくる、なんだそれ、大切なことってなんだっていうことなんですけど、結局ね、基礎力なんですよ。基礎力、はい、これを感じたことが、私サックスとかね吹いてるんですけれども、今年3年で終わって4年目に入るんですが、ちょっとね、私変わったサックスの演奏をしちゃっているので、そこから感じた結局基礎ねっていうそのエピソードを前半ちょっとお話しして、後半はじゃあそれが集客の場合にはどういうことになるのかっていうのをお話ししようとしてます。で、基礎力ってじゃあ何なのかっていうことを言うと、音楽を多分やられてる方とかは当然のようなセオリーでいくので分かってらっしゃると思うんですけど、いわゆる音階練習とかね、指をこう動かしてとか、スケール練習と言われるものとか、あと発音練習でこうタンキングとか、こうピッ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 みたいなこう言うとか、あとはもっと言うと楽譜ちゃんと読む、楽典って呼ばれるところとかね、そういういわゆる音楽をやるって言ったら、なんか基礎として必要みたいなところがあるじゃないですか。で、私の場合にはそもそも音楽をやる、サックスを吹くきっかけになったのは、出版記念のセミナーで余興で吹くみたいなところからスタートして、今本気で取り組んでるんですけど、そのためにちょっとやりたいっていう、芸能人のなんかあるじゃないですか、なんか3ヶ月でなんか手品覚えるとか、あれに近い感覚で取り組んだのがもともとサックスだったんですよね。だから曲になればいいっていうのが、3ヶ月になればいいっていうところだったんで、基礎を丁寧にやってると到底時間が間に合わないわけですよね。必要な指の音だけとりあえず何回も練習して覚えたいみたいな感じでやったんで、付け焼き刃的な感じだったんですよ。でもとりあえずそれ演奏終わりました。で、その後じゃあサックスね取り組むっていうことにしたんですけれども、結局基礎練習って地味じゃないですか。で、私曲を吹いたり、それがいいよねって言ってもらえる、その絵として楽しい感じが求めるところなわけですよね。ということは基礎練習なんて舞台とかで吹けないじゃないですか。別にドレミファソラシドドシラサミレドとか、ライブ会場でやっても全然嬉しくないじゃないですか。曲になってないと人ってね、それを聞いたっていう感覚にならないから、とにかく曲を仕上げたかったんですよ。曲数を一時期だから初年度10、11曲ぐらい頑張りましたよ。なんか曲だけとりあえず増やそうとか思って、レパートリーね増やしとけばね、なんかどっかで吹いてみたいに言われたらチャラッと吹けるじゃないですか。だから そこをね目指して曲を増やしてたんですよね。で、それはそれで別に悪くはなかったと思うんですよ。まずそのやりたいことは何なのかに直結するところをまず手を入れるっていうのは全然正しいし、幸いのことにもう基礎練習終わんないとそこ行っちゃダメだっていうタイプの先生に教わっていなかったというか、選んだんですけどね、そういうタイプの、そうですか、じゃあそこ頑張りましょうみたいなタイプの先生たちを選び、そして指導工程やっていたので、すくすくと基礎はそんなにできてないけど
楽譜も読めてないけど、なんか曲ばっかりはできていて、なんかライブとかもやってるみたいな、そっちの現象が先に現れる状態でね、やってたんですよ。でここへ来て4年目になって、あのいよいよそのもう少しいい音とか、もう少しこう聞いててね心地いいなっていう領域の音、いわゆるね本当にプロの人たちは本当に音が綺麗だし、そんなのね大変だな、なかなかその領域は難しいな、とりあえずあの曲吹けたらみんな喜ぶしそれでいいやって思ってたから、あの基礎練習って本当に私取り組んでこなかったんですよ。ただ唯一その口の形とかでいい音を出すっていう練習だけはずっとやってたんですけどね、あの取り組んでこなかったんですよ。ところがやっぱりもう一段その領域に行きたいっていうと、どうしても基礎練習が必要ですよね。やっぱ楽譜読めないと、あの物理的に難しくなってきました。あの曲がですねだんだん難しくなって、音符たくさんで黒い感じの譜面になってきたんですよ。そうすると今まで私あのドレミとかは振ってて、シャープとかフラットとかが少ない楽曲だったら問題まだ良かったんですけど、音符の刻みが細かくって、しかもシャープフラットとか5個とか6個とかになってくると、もうドシャープファシャープソシャープとか一個一個にそれも記号をつけながら振っていって、もうだから楽譜の下ぎっちりでもう読めないっていう状態になっちゃったんで、もうこれは音符見た瞬間に何の音って分かるべきだよねとか、それがファドとかシャープがついてたらそれは何も横に書いてないけどファだしドだしっていう、この訓練しないと無理だよねっていうのに、物理的にダメだっていう限界を感じて気づいたから今そこをトライしてるっていう状態なんですよ。で同様にやっぱり何度も何度も繰り返して撮ったものを録画でね、ビデオで聞いたりすると、やっぱ当たり前ですけど先生のって綺麗で上手くて音もバシッと当ててかっこいいじゃないですか。それと自分模範演奏で聞いてるのと自分のってもうやっぱ雲泥の差があるから、ここはやっぱり追いつきたいとかっていうふうに思うと、まあ結局音磨き的な感じの吹き方はもちろんなんですけど、息をどう整えてとか、その音程一個一個に音をジャストで合わせていく、高さをきちんとピーピーピーってやるとかですね、すごい地味な基礎練習も今やり始めてるんですよ。そうなんです。だから結果どういうことになってるかっていうと、付け焼き刃的な感じである程度のところまで多分いけるんですよ、気合と根性で。だけど回り回ると結局基礎力がないとそこから先の積み上げがいかない感じ、あの積み木のなんかグラグラのゆらゆらな感じでこう無理やりこう積んでったら、最後ここになった時にガシャーンって一回崩れるじゃないですか。そうすると次に積み上げる時にやっぱしっかりしっかりこう幅広い底辺があって、だんだんこう積み上げる分には倒れないじゃないですか。なのでそういう経験を今、まあゼロにはなってないですけど、ゼロにはなってないんですけれども、あの根本的に吹き方とかを変えたりとか音の精度を上げたりっていう練習になってると、曲の練習よりもそっちに時間がかかってるんですよね、最初やってこなかったから。だけど最初やっちゃったら多分私やめちゃってたかもしれないんですよ、面白くなくて、あのルーティーン退屈すぎるとか思ってですね、やめちゃうタイプですね、飽きちゃうから。あの繰り返し同じこととか、もうダラララリ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 ラ、わあめんどくさーとか、こんな楽譜読むのやだーとか言って言うとやめちゃうタイプなんで、曲からやってライブをやってみんなが喜んでくれて、その達成感と充実感を味わった上で、いよいよ次だとかって、次だってなった時に必要だよねなったら結局基礎じゃんみたいな感じなんで、やっぱね基礎の積み上げがない人はどっかで止まり、まあ、そっから先行きたいと思ったらゼロに戻してからやり直しみたいな雰囲気があるんだねっていうのを最近特に感じてるんですよ。まあ、なのであの音とかはすごく良くなってってるし、まあ、そのように先生にも言われてるし、もう一回だから基礎のところをやってベースをアップして、でそれに対して今まで吹いててできてた曲に
音色の厚みを増やしていくっていう作業を今やってる最中なんですけどね。結局基礎力じゃんっていうところなんですけどね。あのすっごいシビアでね、細かいところとかをね追っていくんですよ。でもあのやっぱりね、その微差は誤差になるんですよね。その細かいところにこだわるから全体的なクオリティが爆上がりするんで、プロフェッショナルっていうのはそういうことなんだろうなっていうのを、あの終わりのない旅に出た気分になってますね。サックスはここまで行ったらこうなったらいいだろうって思ってた世界が見えると、次がまた見えちゃう、次の扉が開いちゃうから、あの飽くなき挑戦が続くっていう感じですね。終わりのない旅みたいな感じにはなってるんですけどね。なのであのその趣味でね始めているものではあるんですけど、結構趣味も超真剣にやるタイプなんで、私あの突き詰めて頑張るタイプなんで、あのね、あのやってるんですよ。で結局4年目にして基礎練習を暇地道にやり始めてるっていう感じになった。まあ、だから今だからよかった、今だから必要だ、そうだよね、必要ですよねって自分が納得してやってるから吸収してるんですよ。これ最初からだと、うわ面白くない、疲れるし嫌だみたいな感じだと多分ね身につかなかったはずだから、タイミングとしては正しかったんでしょうけど、とはいえ基礎なんですよ。はい、っていうのがね、まず私が前半で感じてる私の体験談ですね。で後半何を皆さんに伝えたいかっていうと、あの集客も最終的には基礎力がものを言います基礎力で、基礎力のとこってめんどくさいんですよ、すごく地道で、例えばブログをね地道に書いていくとか、 YouTube のアップを地道にやるとか、投稿を地道に書くとか、ホームページを地道に直していくとか、あの派手にこう集客できるようなものじゃないんですよ基礎力って。だけど結局あの一過性の、例えば何かツールを使ったりとか積み上げをしないでちょっと集客できちゃったりすると、その後止まるんですよね。だってそれだけのことやってないですからね。なので盤石の体制を作りたかったら、結局は回り回って基礎力を強化するっていうところにどの道戻ってきちゃうことになります、集客もです。だからそのじゃあ例えば私の場合だとね、うまくいったっていう事象で言うと、ライブができちゃったっていうのは一旦はうまくいってる事例じゃないですか。だけどもっとやりたい、もっとしっかりいい音を聞かせたいっていうと、やっぱり基礎力が必要になっちゃう。で集客の方も、じゃあ例えばインスタグラムとかね、なんかの特定のツールで人がババッと1回に集まりました。だけどその後ちゃんとそれが仕組みとして構築されているところに載ってなければ、そこだけで終わりか、何度も何度も単発をうんと頑張るかっていう、そういう世界になってくるので、疲弊してでやめることになっちゃうっていうことなんですよね。だから基礎力って結局どんな業界、どんな状態、仕事だろうがプライベートだろうが趣味だろうが、結局ね、やっぱそこがベースになるんですよ。だからどこかの段階でやらなくてはいけない可能性が高いです。あの諦める場合にはね、いらないです基礎力。だってその場でちょっとうまくいって、はい OK っていう形でもう伸びもしないし、沈んでいくのもまあしょうがないよねっていうのが OK だったら全然それでいいんですけど、高みに上がりたい、さらにこうもっと大きな自分になりたいとか、もっと伝わるようにもっと人を助けてあげたいとかって思うと、結局発信力を上げる、露出量を増やすっていう風になると、もう基礎力がものを言うっていう感じになるので、結局そこを地道にできる人なのかできない人なのかっていうことで、うまくいくいかないが大きく変わるなっていう印象があります。あのうまくいってる人って基礎力がすごいです、基礎力が、そこの中に派手に見えるような要素が乗っかってるけど、もうね基礎ができてない人はあの終わります、途中で。だから上に一瞬行ってるように見えるけど転げ落ちたりとかですねあのそこまでしか成長がしない。あの木とかもそうじゃないですか、しっかり大地に根張ってすっごい地中深くまで根っこ張ってる木ってそんなにこう倒れないけど、
表面上浅くちょっと根っこ張ってる木って、ね、風がちょっと激しく吹くとその根っこごとバキャって取られて倒れちゃうとかっていうのね、よくあるじゃないですか。まあ余談で言うと、さらに言うとしなやかさがあるともっといいんですけどね、あの根っこも張ってるけど木もそこにたおやかにこう対応していく、しなやかさがあると折れないからあの長持ちするみたいなのもあるんですけど、まあそれはちょっと余談なんですが、要は根っこ張ってるかどうかの基礎力なんですよ。で基礎力は地味でめんどくさいから、あの最初ねやりたくないのもよくわかります。私もサックスでそういう経験しちゃってるから、なのでいいですよ、一旦は楽な方向でまずはやってみて、で本当に必要になった時が来たら、あやっぱり基礎力なんだねって、そのやった自分、経験した自分がちゃんと理解と納得をした上で基礎に取り組むと、その基礎力の上がり方が早いのと厚みが増すので、まあ、それはそれで悪くないかなと思っています。だけれども一つ言えるのは、あの絶対に回り回って結局やんなきゃいけないのは、そこを飛ばしても基礎力ベースになるとこは絶対やんなきゃいけない羽目になるなっていうのを今回飛ばしてやってみた結果つくづく感じました。あの写真とかはねちゃんと基礎から私やってたんで、積み上げ型で特に戻ってとかいうことなかったんですけど、音楽は飛ばしちゃったんで、飛ばしちゃったんでもう一回基礎に戻ってるっていう感じですね。はい、だからあの基礎力がとても大事ですよっていうのが本日のお話でございます。ということでまとめていきたいと思います。結局回り回って戻ってくるのはたった一つの大事なこと、それは基礎力です。はい、なのであの今もしかして基礎を磨いてる時がある人もいるかもしれないし、今はなんか簡単なことでうまくいっちゃってるっていうタイプの人もいるかもしれないんですけども、あのどこかで必ずやらなきゃいけない時が来ます。でその時にあ来たんだなと思って粛々とこなしていっていただければなと思います。あの想像よりはるかに地味でめんどくさい部分はあります。だけれどもその基礎力がしっかり備わった後の飛躍はすごく楽だし、楽しいワクワクする世界が待ってるので、ぜひそんな世界もあなたに見ていただければなというふうに思ってますので、頑張ってみてください。それでは。